10時前に空港に着くようにしなさいという日本語の意味になるように英文を並べ替えろってことなんですが空襲の後ろはね「Before10」だけなんですよ。まあ、before 10で、まあ「10時前に」ってなりますからあんまりあの文全体を作る上でのヒントにはなりそうにないんですよね。12時10時前にってのは出来上がっていて空港に着くようにしなさいっていうのを今から作らなければならないと。で あの、文全体を、あの、一番最初から作り上げるのであれば、当然のことながら SV で主語動詞から確定させていくんですが、やはり何よりも最初にやるべきことは動詞の確認です。動詞を確認しましょうねってなった時に選択肢の中で動詞は、え、アライブとメイクですね。え、アライブとメイク。 で、アライブを見た瞬間にですね、アライブ、あっ、着くでしょ。で、着くって、アライブ、アットでつながるよね。で、どこに着くんですか、空港にということで、多分この3つをすっと見たときに、アライブ、アット、ゼ・エアポートっていうのは、パッと浮かぶと思うんですね。で、誰が着くんですかって言ったら、まあ、あなたでしょうね。だって、これ、あの、着くようにしなさいねって言われてるのは、まあ、それを聞いているあなたと考えるべきですから、まあ、そう考えると、なんか、ここがすっとつながる感じがするんですね。えー、つまり、you arrive at the airport、まあ、なんかこういう塊はスッとできる感じがしますよねなんですが問題は残ったパーツなんですよ make make どうしますで t h a とそして sure これを見たときにああれねっていうふうに気づけるのかそれとも何ですかこれはってなるのかによってずいぶん変わってきます えー、もちろんこれイディオムなんですよメイクとザットと手話を使ったらまあイディオムが作れるんですが、まあ、もう一つだけ言っておくとするならばですねもう一つだけ言っておくとするならば手話って品詞は形容詞です。でメイクは形容詞を取る場合第五文形を取りますよね。つまりこれが保護でこれが動詞とするならば目的語が必要となるんだけどもここにありますのはザットです。 ざっとってさ、文の前にくっつけてあげたら、文の前にくっつけてあげたら、これが大きな名詞の塊になるんじゃなかったでしたっけというのが見えたならば、まあ、惜しいとこまでいけると思います。ただ、この語順になるってとこまで、 イディオム知らずにたどり着くのは難しかったかなと、えー、答えは make sure that you arrive at the airport before ten ということではい実はこれ構造的には make sure that 以下でこれ第5文型なんですが vco というちょっと変則的な第5文型になるんですよまあ、理由は単純で英語って頭できた 頭でっかちなものは後ろに置きたがるのでそして重要な情報ほど後ろに置きたがるというのが英語の特徴なので、えー、10時前に空港に着くっていう大事な情報を後ろに持っていきましたって考えれば、まあ、これで出来上がりなんですよね。まあ、なんですがまあこれこれするようにしなさい。まあ、これ今回は命令文なので主語ないって状態だったんですが、まあ、もちろん。あの と、sure. という,ふうに書くこともできます、まあ、ただ大だ体いい命令文で使うことが多いので、はい、この「make sure that sv」ということで、えー「sv これこれするようにしなさい」という、まあ、このイディオムをちゃんと押さえておくのが一番、まあ、賢いやり方なのかなと思います。